ハリウッドに住むいとこを訪ねて訪問したのがきっかけでした。7月の入学に間に合うように渡米し、時差ボケを直し、すっきりした気分で学校通いが始まりました。それまでは日本では全く別の世界で介護福祉士として働いていましたが、ハリウッドでプロのメイクアップアーティストで生き生きと活躍しているいとこの姿に影響され、まさに私が求めていた人生はこれだと気づき、いとこに推薦された学校マートを訪問し、キャンパス内を視察して回り、先生方とお話しする機会も持てました。英会話にあまり自信のない私でしたが、勇気を持って入学手続きを行い、3ヶ月間のビューティーメイクアップおよびヘアデザインクラスを選択し、7月入学を目標に一旦帰国し、ビザの手続き、マッドのテキストを日本語に翻訳し勉強に励み、学費や生活費を稼ぐためにアルバイトもいたしました。私の英語力では、授業中に質問すると他の学生たちにご迷惑をかけると思い、授業後に質問し、全員の先生方に親切に指導していただき、無事葛藤の3ヶ月のコースを終了することができました。この3ヶ月間で学んだことは、第一にプロのメイクアップアーティストとしての基礎知識を身につけることで自信をつける、第二に英語力の上達、第3にクリエイティブな才能を磨き上げる手段。私の毎日のスケジュールは、午前6時に起床、午前8時から午後5時まで集中講義を受け、夕食後は宿題、予習、復習と辛い毎日でしたが、時々日本食も食べられて、休みには学校で知り合った新しい友人とショッピングや街を散策したりして、勉強の疲れを癒していました。ユニバーサルシティは観光客が必ず訪れる観光スポットの一つで、シティウォークの通りにはいろいろな買い物ができる楽しいお店やレストラン、映画館があり、一日いても楽しめる場所です。この地域にはワーナーブラザーズスタジオ、パラモントスタジオ、ディズニースタジオ、そして ABC テレビ、その他の有名なスタジオがあり、マッドの学校から10分で行けます。先生方の手厚いサポートと、世界中から集まった学生たちと互いに助け合って、学校生活はとても有意義で楽しいものでした。2年かけて学ぶことを3ヶ月で集中的に学ぶということは、安易なことではありませんが、不可能なことではありません。プロのメイクアップアーティストになりたいという目標と情熱を持っているあなたにもできることです。 Thank you, makeup designer!